これでみんな揃ったわね。さて聞かせてもらおうじゃねえか、セフィロス星の危機、お前が知ってることすべてを。めんどくさい。俺はセフィロスの憧れてソルジャーになった。いくつかの作戦をセフィロスと一緒にこなすうちに、俺たちは親しくなった。親友ってやつか？どうかな。年も離れてたし、セフィロスは自分のことでほとんど話さなかった。それ本当は、クラウドじゃないんだけどな。戦友かな？俺たちは信愛し合ってた。信頼し合ってた。その時までは、あの時までは、あの時？戦争終結後、ソルジャーの任務は信頼に反抗する人たちを憂鬱な仕事が多かったな。あれは5年前、俺は16歳だった。16歳。すごい雨だな。これ本当にクラウドか？おい、気分はどうだ？ずいぶん横柄だ。大丈夫。俺は乗り物の酔いなんてなったことないからな。よくわからないんだ。私めちゃくちゃ酔うな、乗り物。準備は OK？ めちゃくちゃ気使ってくれるやん、クラウド。おいお前。なんだお前。なんだお前。もう少し落ち着け。新しいマテリア支給されたんだ。早く使ってみたくて、落ち着かなくてさ。絶対クラウドじゃないだろ。子供かお前は。子供だな、16歳だもんな。なあ、そろそろ今回の仕事を教えてくれよ。今回の任務はいつもと違う。それは嬉しいね。どうしてだ？俺はあんたみたいになりたくてソルジャーになったんだ。それなのにクラスファーストに昇格したのと同時に戦争が終わってしまった。俺がヒーローになるチャンスが減ってしまったってわけさ。だからそういうチャンスがあるなら俺は絶対にものにしてみせる。なあ、どんな気分だ英雄セフィロスさん。煽るやん。めっちゃ煽ってくやん。お前今回の任務が知りたかったんじゃないのか。煽ってくやん。めっちゃ煽ってくやん。今回の任務は老朽化した魔鉱炉の調査。異常動作を起こしてる上に凶暴な動物が発生している。そいつらを始末しつつ原因を見つけ出し排除する。ふーむ。なんか胸が X 字になってる。凶暴な動物？場所はどこだ？ニブルヘイムの魔鉱炉だ。ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の生まれ故郷なんだ。そうか、故郷か。わお！変な動物がトラックに突っ込んできま、いや、運転。いや、運転。モンスターのお出ましか。やば！ドラゴンじゃん。セフィロスがいる。いや、クラウド弱。セフィロス強。火炎放射。クラウド死んだよ。あ、セフィロスにしか攻撃いかない。ゼロ！セフィロス強！やば。神じゃん。3264。神やん。セフィロスの強さは普通じゃない。世間で知られてるどんな話よりもすごかった。あれ？クラウドの活躍は？てへ、俺か？俺はセフィロスの戦いぶりに見とれていたな。てんてんてん。そして俺たちはニブルヘイムに着いたんだ。そこからはティファも知ってんじゃない？な、そこからはティファも知ってんじゃないか？どんな気分なんだ？久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ？俺には故郷がないからわからないんだ。あー、これはクラウドで合ってんのか。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は？え？狂ってるこいつ。いや、クラウドじゃないっぽいな。俺は何を話してるんだ。さあ、行こうか。はあ、こいつも髪の毛尖ってる。すげえ、綺麗に尖ってる。よう、退屈なんだよな、見張りって。いつものやるか？練習でもするか？練習、ああ、ポーズの練習か。それじゃあ常に他人の目を意識しなくちゃならないってか？どうだっけ？やるじゃないか。上手くなったな。俺ソルジャーなんかになりたくないんだよね。我慢我慢仕事だろ。時々話しに来るから我慢しろよ。ひそひそうろちょろしてると叱られるぞ。お前クラウドか？出れなかった。出れなかった。クソ。魔鋼の匂いがするな。なるほど。鼻いいな。ちょっと待った！どうしたバレット？なあ、あれじゃねえか？セフィロスが言ってた母親の名前。そうだよ。それだよ。
ジェノは覚えてるぞ。シンラビルにいた首なしの化け物だな。その通りだ。ちょっとバレット、クラウドの話ちゃんと聞かせて。質問は後よ。でもよ、ティファ。さあ、クラウド続けて。幼馴染の再会ね。ティファに驚かされたな。ドキドキの再会。村はひっそりしていた。みんなモンスターを恐れて家に閉じこもっていたのかな。いや、俺たちを恐れていたのか。マコーローへの出発は明朝。今日は早めに眠っておけ。ふむ。どうした、セフィロス。なんだ。見張りは一人でいいから、お前たちも休んでおけよ。見張りしてくれんのか、お前。そうだったな。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。スケープ、スケープ！どうしてだ。いつモンスターが来るかわからないんだろ。俺はワクワクしてる。そうだったな。永遠になるチャンスだもんな。ヨセフィロスが来るってんで、カメラに用意して待ってたんすよ。セフィロスとモンスターのツーショットが欲しいんです。俺の写真を撮れ。マイナーな人の写真を撮らない主義なんですよ。いい度胸してんな、こいつ。おろ？こいつは確か。あんた、クラウド君？うん、そっか、そうなんだ。え？ザックスじゃなくて？はい、いらっしゃい。え？綺麗なお姉さん？あれ？あんたは？え、何？ここへは行ったのかな？覚えてないな。ジレッタイゼ関係ないなら話先を聞かせろ。え？あ、ここには行ってないと。え？怖っ。ホラーじゃん。綺麗なお姉さんとこれ行ってないの？ここは？ここにも行ってない。ここは俺の家だ。5年前の事件とは関係ないな。でもよ、興味あるぜ。私も久しぶりだったんでしょ？聞かせろよ。やれやれ。家族って言っても、親父はまだ子供の頃に死んじまった。だから母さんこの家には、母さんが一人で住んでいた。ああ、俺母さんに会ったよ。母さんは元気な人だった。全然変わってなかった。その何日か後には死んでしまったけど、あの時は本当に元気だった。え、怖っ。母ちゃん！はあ！母ちゃん！はーい。ははは、クラウド？あなた、元気だったのね。お帰りなさい、クラウド。母ちゃん！ただいま、母さん。どれどれ、晴れ姿、母さんにもよーく見せてくれ。いい母ちゃんだな。似てるな、クラウドに。ふーん。クラウドに似てるな。惚れ惚れしちゃうね。めちゃくちゃ似てるな。これ、ソルジャーさんの制服かい？照れちゃうな。母さん、俺。え？本当に立派になって。そんなんじゃ、あれだね。女の子もほっとかないだろ。別に。心配なんだよ。都会には色々誘惑が多いんだろ。ちゃんとした彼女がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね。ちょっとお姉さんであんたはぐいぐい引っ張ってく。そんな女の子はぴったりだと思うんだけどね。エアリスみたいなな。エアリスみたいなな。興味ないな。ちゃんとご飯は食べてるのかい？大丈夫。会社が面倒見てくれてる。エアリスみたいなな。そうなのかい？あんた料理なんてできないだろ。一体どうしてるのかと思ってたんだよ。ねえ、クラウド。でもねえ、クラウド。めちゃくちゃ話すやん。息子心配なんだな。母さんはね、いつだってあんたの味方だよって。もうやめよう。泣きたくなってきたから。マジかよ。もう一回入ったら？ダメ？は？なあ、あまり覚えてないんだ。話すことはもうない。もういいよ、クラウド。泣いちゃうからな。悲しい。ここは？ねえ、クラウド。私の家にも入ったの。ああ。ティファいるかなと思って、勝手に入りました。どうも。勝手に入りました。クラウド？ああ。ちょっと背伸びパンツ？しまってる。それ本当なの？ああ。クラウド、今、すごく真面目な話をしてるんでしょ？ちょっと背伸びパンツ。あれ？ここら辺でゴッドハードグローブだかなんだか。なんかここら辺で手に入んなかったっけ？
ギンギンに弾いた。覚えてる。あ、これこれなんだっけ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。これさ、これなんかしないとさ、最強武器手に入んないんじゃなかったっけ。ちょっとだけ。ドレミシラ。あ、これか。ドレミシラ。いや、もう。これ覚えとかなきゃダメなんじゃなかったっけ。これをさ、ギンギンに弾いた。これ重要だったような気がする。ふめふめふめ。喋っとこう。最近の子は喋るって言わないのかな。喋って言わないのかな。そういや、最強武器だか最後のリミット技かなんか覚えるんじゃなかったっけ。あ、最後のリミット技だっけ。ギンギンに引いた。忘れた。でよ、ちょ、一回引いてみるか。これか。これを覚えておけばいい。どこかで聞いたメロディー、なんとなくうまく弾けた。OK。めちゃくちゃ大事だった気がする。あれやんないと手に入んないみたいな。ようちゃん。村の様子聞かせてくれ。村のことね。モンスターっちゅうのが増えたのはここ1年くらい。それ以外はあんま変わんない。そうやろうな。一番華やか。作ってる頃はね、完成してからはダメさ。あー。マコールなんて良かったのか悪かったのか。確かにな。近くに工場ができたら、自然は、失われていくからな。ふむふむ、モンスター退治にやってきた新、え、なにこいつ。マントつけてる。あ、残眼、待って、残眼、世界中の子供たちに武術、あれ師匠じゃないティファの。弟子は世界中に128人。あ、そうだよな。ティファという女の子が弟子になった。残眼流、なんちゃらじゃないの。ティファだって。ティファはセンスがいいな。彼女は強くなるぞ。何のジャンプだ、お前。なんで跳ねるんや。このゲーム跳ねんの好きだよな。このゲーム、謎のジャンプ好きだよな。その距離ジャンプするって距離ジャンプするよね。おう、よう。七不思議はないのか。七不思議はないのか。何かないかな。へそくりこの裏にないか。ないな。くそ。よーセフィロス。お前も髪の毛尖って。どうした？何を見てる？この風景俺は知ってるような気がする。気がするだけじゃない。ベッドが人、え？ほんまや。ほんまや。せやな。そしたら、あ、こっちも行けんのか。え？誰お前。ん？あんた死んだの？その通りだ。あんたは？ふん、若造が偉そうに、なんだこいつ。あんたは？私はこの村の、ウータイ兵か？お前クラウドだな。私は忘れたのか？誰？ティファの、あ、父ちゃん。娘には近づかないでもらいたいものだな。父ちゃんか、お前。あ、いけないらしい。この屋敷は、いや、後にしよう。お前、父ちゃんだったんかい。いける？この先はニブルさん。山へ行った時のことは後で話す。え？あ、じゃあ宿か？ヨーセフィロス。てんてんてん、明日は早いぞ。そろそろ眠った方がいいな。あ、そうしよう。マコーロへのガイドは手配しておいた。若い娘らしいが、頼りにしていいものか。驚いた、再会。将来のお嫁さんとの再会か。なあ、セフィロスさんよ。ガイドが来たら出発だ。セフィロス聞いてくれ。もしものことがあったら、安心してくれ。大丈夫だから、パパ。強いサルジャーが二人もいるのよ。ティファです。よろしくお願いします。ティファ、あんたがガイド？そういうこと。この村で一番のガイドといえば、私のことでしょうね。でも危険すぎる。そんなことにあんたを巻き込むわけにはいかない。お前が守ってやれば問題なかろう。いいこと言う、セフィロス。生涯かけて、私が守るから。あの、何？どうした？あ、写真を一枚。ティファが真ん中でな。ティファちゃんからも頼んでくんないかな。左右にな。
この記憶は本当にクラウドの記憶なのでしょうか。いいね。ちょ、セフィロス外して左二人で撮ってくんないかな。はい、どうも。セフィロス意外とサービス精神旺盛だよな。写真できたら皆さんにあげますからね。は航路はニブル山の中に作られていた。すごい山だな、これ。めっちゃトゲトゲしとるやん。ニブルの山の寒々とした空気変わっていなかったな。すげえ山だな。なんか地獄みてえじゃん。おー、怖っ。山中怖っ。山道か。山道怖っ。橋怖っ。ウェーイ。ウェイウェイウェイ。ふふん、ここからが大変よ。ついてきて。いや、これ隙間から落ちるやん、もろ。手すりにも何もなってね。橋がー、マジ。そんなことある。ティファー、え、全員落ちとるやん。セフィロス、お得意の身体能力は。はよく無事でいるな、お前ら。大丈夫か、ティファー。ティファーの方が着地成功してないか。どんな傾斜なんそれ。無事のようだな。元の場所まで戻れるのか。この辺の洞窟はアリの巣みたいに入り組んでるから。それにセフィロスさん一人姿が見えないけど。冷たいようだが探してる時間はない。さあ戻れないなら先へ進むぞ。これからは一緒に行動する。マジ。お、レベル50だって。金の腕はタフネスニング、強タフネスニング。細胸だ。お前マテリアとかないの。なんにもないんだ。ペンペペン、あれ、こっちか。あ、こっちか。はい、ありのぜ。こんなか。これは不思議な色の洞窟ね。魔鉱じゃない。あ、魔鉱エネルギーだ。この山は特にエネルギーが豊富なのだ。だから魔鉱炉が作られた。なるほど。あ、こっち行けないの。あ、行けないんだ。おーおーおー、なんじゃ、行きか。ここでクラウドをレベル99にしたら。いや、ならないな。睨み。クビーン。クエイが強っ。強っ。強すぎフェロス。なんだこいつ、チートやん。クラウド弱く設定しすぎだろ。ででんででんででん、ガンガン進んでいいな。たたた、倍速でお願いします。うけー、強すぎー。あ、バグってるバグってる。バグってるバグってる。怖いって。あ、綺麗。こうやって見ると神秘的やな。なんだ、魔法が光さしてんのか。そこには何かあるのか。これは魔法の泉、自然の脅威。こんなに綺麗なのに。え、危ないの。この泉に浸かったら魔法中毒になっちゃうのかな。このまま魔法炉がエネルギーを吸い上げ続けたらこの泉も消えてしまうのね。あ、そういうことなの。逆にあるからできたんじゃなくて。マテリアだ。魔法エネルギーが凝縮されるとマテリアができる。天然のマテリア、すごいな。そういえばどうしてマテリアを使うと魔法を使うことができるんだ。そんなことも知らずにソルジャーやってんのか。マテリアの中にはいわゆる古代種の知識。え、自然とでき、自然にできんのに古代種の知識があるの。大地、星の力を自在に操る知識。その知識が星と。あ、なるほどね。なるほど。だから自然にできた方が。魔法強いとかじゃないの。眠いのか、ティファ。どうした、お前。ははははは。何か変なこと言ったか。ある男がな、不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒っていたのを思い出しただけだ。誰だ、それ。シンラカンパニーの北条。偉大な科学者の仕事を引き継いだ未熟な男。コンプレックスの塊のような男だな。どうした、ティファ。そんなウッディみたいにうなだれて。魔法の泉、この中には古代種の知識が入っている。魔法の泉、
魔法エネルギーには古代史の知識が入ってんのか。 DNA みたいなもん。それが塊になると魔法になるの。マテリアになるの。星とつながってるから自然にできても魔法が、知識がそこに詰まってるってことか。なるほどな。着いたわ。随分遠回りしちゃったけどね。ティアはここで待っていてくれ。私も中へ行く。見たい。ダメだ。ガキンチョはここで待ってろ。この中は一般人立ち入り禁止だ。神羅の企業秘密でいっぱいだからな。ではだってもヘジマもありません。お嬢さん守ってやりな。だってもでもだってもヘジマもありません。ダメです。ダメと言ったらダメなんです。もう、シンクロしてた。プンプンすか。プンプンプン。しっかり守ってね。任せろこのクラウドに。おお、てか学生の頃なんてさ、何も気にしないでゲーム進めてたから、こうやってストーリーちゃんと理解しながらやるとまた違った視点で見れるな。大人になってからやるぞ。ガキん時やったのとやっぱ違うな。はっ、モンスター。あ、見れない。どうした、ジェノバ。なんだろう、ロックは開かないか。母の名前もジェノバ。ジェノバってならないな。動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れている。クラウド、バルブを閉じてくれ。スタコラサッサー。あいよー。スタコラサッサー。お前たちやっておしまい。閉じたよ。あ、間違えた。閉じましたよ。なぜ壊れた。覗き方よ。覗き方よ。分かったよ北条、そういうことか。でもな、こんなことしちゃってあんたガスト博士にはかなわないのさ。これは魔法エネルギーを凝縮してさらに冷やすシステムだ本来はな。さてさらに凝縮すると魔法エネルギーはどうなる。マテリア、そうだった、マテリアができるんだな。そう、普通ならな。でも北条はこの中にあるものを入れた。見ろ。なんだ、モンスターか。窓から中を覗いてみろ。チラーリ、やっぱりハン。うわー、モンスターだー。ドヒャードヒャー。これはお前たち普通のソルジャーは魔法を浴びた人間だ。うん、一般人とは違うがそれでも人間なんだ。しかしこいつらはなんだ。お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔法に侵されている。これがモンスター。そうだ、モンスターを生み出したのは神羅カンパニーの北条。魔法エネルギーが作り出す異形の生物、それがモンスターの正体。え、他のモンスター、え、地上にいるモンスターは天然のモンスターってこと。普通のソルジャーってあんたとは違うのか。あんたは違うのか。おい、セフィロス。まさか、お、俺もモンスターなのか。母さん。こんにゃろこんにゃろ。俺はこうして生み出されたのか。こんにゃろこんにゃろ。直したばっかなのに、セフィロス。俺はアスモンスターと同じだというのか。こんにゃろこんにゃろ。激おこぷんぷん丸でござる。天柱、お前も見ただろう。こいつらの中にいるのはまさしく人間だ。人間、まさか、え、人間なの。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思ってた。しかしそれはこんな意味じゃない。はっ、出てきた。うえ、モンスターじゃん。人間じゃないよ、もうそれは。生まれたー。顔でか。顔でかー。未熟児やん。ちょっと早かったな、生まれんのな。頭でかー。俺は人間なのか。どうなんだろうな。セフィロスが何を言ってるのか、その時の俺にはよくわからなかった。俺は何よりも神羅カンパニーがモンスターを作っていたということにショックを受けた。お、過去の話終わり。く、神羅め、ますます許せねえ。あのマコールにはそんな秘密があったのね。ここ数年来のモンスターの増加にはそういった理由が、北条が作り出したモンスターと自然のモンスターがいるってことか。これからのクラウドの話はじっくりと聞く必要があるな。そうではないか、バレット。せやな。なんで俺に話を振るんだ。
セーブして一息入れよう。え？確かにそうかもな。ここエラーで一息入れることにするか。え？なんで？こっからなんか重要な分岐点に入るんだっけ？こんなところでセーブなんかあったっけ？これさ、セーブに。あ、できるわ。めちゃくちゃセーブできるわ。ありがてえ。ありがてえ。ねえ、ティファー、あなたはずっと外で待ってたの？ええ。俺たちはニブルヘイムへ戻った。セフィロスは宿屋にこもり、誰とも言葉を交わそうとしない。そしていなくなったのよね。いなくなった。セフィロスが見つかったのはニブルヘイムで一番大きな建物。村の人たちは神羅屋敷と呼んでいたわ。私たちが生まれた頃にはもう空き家になっていて。昔、その屋敷は神羅カンパニーの人間が使っていた。下に、神羅の、なんか書物みたいな、あるよな。失礼。クラウド、セフィロスはまだ出てこないのか？なんでそう、下に構えるんだよ、お前。様子を見に行くのか、クラウド。おーおー、すごい音鳴るな。ずいぶん錆びてんだな。何かあるか？なんもない。こっちの、どうせこっちのこっち。セフィロスさんの姿が見えないんだ。確かにこの辺に入っていったのを見たんだけど。こっち。ボン！あ、バン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 。RPG、子供の頃やった RPG、大人になってからやり直すと、やっぱ面白いな。いろんな視点が。ヴィンセントいるか？いないのか、ヴィンセント。こん中にいるんじゃないのか？開かない。開かなかったわ。セフィロス、こんなとこにこもって。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士、チューノバと命名した。X 年 X ガス、X 日、ジェノバを古代史と確認。X 年 X ガス、X 日、ジェノバプロジェクト承認。マコーロ1号機使用許可。なるほど。それから、立ち読みはお行儀悪いでございますよ。天を仰げば。俺の名、母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト。これは偶然なのか？仰げば、ガスト博士どうして何も教えてくれなかった？どうして死んだ？博士！よう、一人にしてくれ。断る。だが断る。セブンは2回ぐらいしかクリアしたことないんだよな。インターナショナル版やってルビーウェポンとエメラルドウェポン倒せなかった。あ、ダイヤウェポンだっけ？いや、エメラルドウェポンだ。倒せなかったんだよな。セフィロス？それ以降、セフィロスは神羅屋敷にこもりきりになった。は、本が積まれていく。なんだ、まるで何かに取り憑かれたかのように、書物を読み漁り、地下室の明かりは決して消えることはなかった。おーおーおーおおお、全部引っ張り出してくやん。はっ！なんだ？村が燃えてんのか？急に、神妙な BGM になるやん。え？お前、神羅屋敷にいたの？元気か？ちゃんと飯食ってるか？お？セフィロスさんの様子が変。なんだって？セフィロス？どうしたの？セフィロス？母ちゃんが恋しいのか？父ちゃん代わりになってやろうか？友達になってやろうか？なあ、寂しいのか？一人ぼっちは寂しいよな。わかる。わかる。どうしたセフィロス？くっくっく。なんだ？なんだセフィロス？なんか変な線ない？これ。なんか変な線あるよな。え、王様ですか？誰だ？ふう、裏切り者め。裏切り者？ガッチャマン。何も知らぬ裏切り者よ。教えてやろう。この星はもともとセトラのものだった。セトラは旅をする民族。
旅をして星を開き、そしてまた旅。辛く厳しい旅の果てに約束の地を知り、至上の幸福を見つける。だが旅を嫌う者たちが現れた。その者は旅をすることをやめ、家を持ち安楽な生活を選んだ。セトラと星が生み出したものを奪い、何も返そうとしない。それがお前たちの祖先。え、でももともと同じセトラだったの、セフィロス。昔この星の災害が襲った。お前たちの祖先は逃げ回り、隠れたおかげで生き延びた。星の危機はセトラの犠牲で回避された。その後でのうのうと数を増やしたのがお前たちだ。え、セトラはこうしてレポートの中に残るだけの種族になってしまった。それがあんたとどういう関係があるんだ、わからないか。生き残りなの。2000年前の地層から発見され、ジェノバと名付けられた古代種。それがジェノバプロジェクト、セトラの生き残り。ジェノバプロジェクトとは、古代種、つまりセトラの能力を持った人間を作り出すこと。作り出されたのは俺だ。作り出されたびっくり仰天シェー。そう、ジェノバプロジェクトの責任者、天才的科学者ガスト博士が俺を作り出した。そんなことどうやって。え、急にガニ股歩きするじゃん。風で肩切って歩くやん、急に。どうした、セフィロス。肩で風切って歩くやん、急に。邪魔するな、俺は母に会いに行く。え、どうした。大股開いて歩いて、どうした、お前。はぁ、出た、この BGM。 終わった。あー、終わった。一人解決しないで何か話してけよ。裏切り者って言っといた割には。うわ、燃えてる。燃えてる。あ、ザンガン、それならこっちに来て手伝ってくれ。任せろ。燃えてる。なんてことをするんだ、セフィロス。俺はこの家を見てくる、あんたはそっちの家を任せろ。え、母さんは。母さん、なあ、俺死んじゃうの。気をしっかり持て。じゃなきゃ生き残れるもんも生き残れねえ、セフィロス。痙攣してるって。痙攣してるって、こいつもうやばいって。死後硬直してんじゃない。え、ダメ。母さんは。え、もうダメだって。ひどい、セフィロス、ひどすぎる。母さんは。あ、おっちゃんまわたきしてる、生きてるやん。うわー、こいつ、うわー、頭かち割ってるやん。かち割ってからの飛び跳ね方や。やばすぎだろ。はっ、出た、誰もが知ってる名シーン。日本人なら絶対知ってるだろこれ、このロン毛め。そしてリムルさんのマコーロに行くと、母さんはそこにいるのか。あ、もうここまで追ってきたんだ。なんで BGM 変えた。ティファー、ティファー大丈夫か。嫁ちゃん、お嫁ちゃん、マイハニー、マイハニー大丈夫か。私が来たー、うおー、マイハニー。パパ、セフィロスね、セフィロスがやったのね。セフィロス、ソルジャー、マコーロ、シルラ、全部大っ嫌い。全部大っ嫌い。ユルさん、プンスカプンプンプン。え、父ちゃん、お前大の字でそんなガニ股でカエルの下みたいな、干からびたカエルの死体みたいな死に方しちゃって。母ちゃん、会いに来たよ、この扉を開けておくれ。え、よくもパパを、よくも村のみんなを。うおー、ガイ先生。あ、ティファー、やめろー。ティファー、傷物になっちゃう、ティファーが傷物になっちゃうよ。え、でもティファにさ、傷跡って残ってないよね。すごくない？ティファに刀傷残ってないよな、お前な。綺麗に切ってくれたんかな。ピンチの時には来てくれるって約束したのに。今来たよ。絶対助けるからな、ティファ。ちょっと手遅れだったな。でもお前暴走するから。すぐ暴走するから。ここで待っててくれ。
傷残んないんだな、お前な。そういえば。ここでざっくり切られてんのに傷残んないんだな、お前。はっ！出た。天使の贈り物。天使の贈り物か？パイプ太っ。マジパイプ太いよな。なんか次元爆弾巻きつけてね。母さん一緒にこの星を取り戻そうよ。俺いいことを考えたんだよ。約束の地へ行こう。セフィロス。俺の家族、俺の故郷、よくもやってくれたな。お前許さねえぞ、タコナス。ちょっと顔がいいからって許されると思いやがって、お前。クックク、母さんまた奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識、そして魔法でこの星の支配者になるはずだった。綺麗に切られた。どこの名医、細胞に沿って切られたんじゃないの、あれ。だから綺麗にぴったりくっついたんじゃない。傷跡なく。そういうことじゃない。もう神の手。はっ。けどあいつらが、なんだ、メンヘラかお前。何の取り柄もない、あいつらが母さんたちからこの星を奪ったんだよね。お前ちょっとかっこいいからって。でももう悲しまないで。うわ、目がカッピライトだ。これ最初急になんか母さんいじめて意味わかんなかったよ。アブジーンズ、母さん、おい、なんで光んの、目でか。はあ、母さん、ジェノバ、首があるぞ。俺の悲しみはどうしてくれる、家族、友達で故郷を奪われた俺の悲しみはあんたの悲しみと同じだ。エンダーイヤー。クックック、俺の悲しみ、何を悲しむ。俺は選ばしい者、この星の支配者として選ばれし存在だ。この星、愚かなお前たちからセトラの手に取り戻すために生を受けた。何を悲しむというのだ。セフィロス、絶対許さないぞ。セフィロス、信頼してたのに。いや、お前はもう俺の知っているセフィロスじゃない。やるっていうのかい。え、おい、わー。ここから先はご想像にお任せします。この話はここで終わりなんだ。ちょっと待てよ、続きはどうなったんだ。覚えていない。セフィロスはどうなったの？実力から言って俺がセフィロスを倒したとは思えないんだ。公式記録ではセフィロスは死んだことになっていたわ。新聞で見たもの。新聞はシンラが出しているのよ。信用できない。俺は確かめたい、あの時何があったのかを。セフィロスに戦いを挑んだ俺はまだ生きている。セフィロスはなぜ俺を殺さなかったのか。私も生きているわ。なんだかいろいろ変。ねえ、ジェノバは？シンラビルにいたのはジェノバよね。シンラがニブルヘイムからミッドガルへ運んだのは確実だな。その後また誰かが持ち出した？シンラビルからもなくなってたわよ。セフィロス？セフィロスだろうな。が、わけがわかんねえ。俺は行くぜ、俺は行くぜ、俺は行くぜ、考えるのはお前たちに任せた。さすがゴリラ。さすがゴリラ。おい、クラウド、出発の準備を整えろ。ちょっと待て。ん？わかったよ。わかったよ。よっしゃ、行こうぜ。え？やれやれ。こら、相性のないやつめ。ねえ、クラウド。セフィロスに切られた私はどんな夫婦だった？美しかった。もうダメだと思ったよ。悲しかった。私、古代種、セトラ、ジェノバ、セフィロス、私。行きましょう。バレットが待ってるわ。実に興味深い話だ。